さあやっていきますか、ポケモンユナイト実況プレイ。エースバーンを確保しつつ、カビゴンいるかな、いるっぽいな。バリアードもいる。ウェルート行きましょうか。カビゴンがいるんだったらエースバーンでいいや。フクリエも使えるけど、バリアードいるしな。結構強そうなメンツですね。デップリケツ、ハングリーバーガー、なんか面白い名前が多いな。あ、相手カビゴンプクリンがいる構成だけど、カビゴンに対してなぜかバリアードが強いらしいんで、このバリアードの活躍に期待したいですね。ルカリオがいるけど、まあバリアードだったらルカリオも退けることができるのかわからん。プクリンがいるからな、混戦はちょっと距離を置きながら立ち回りたいですね。あいつに眠らされてボコボコにされる展開は避けたい。ちょっと遠くからチクチク攻撃するような感じでいきたいと思います。ふいふい。最近ウェレンエースバーンはかなり使ってるから結構得意だと思う。今一番使い慣れてるかもしれないな。ちょっとここは任せるわ、カビゴン。下は任せる。俺は上のやつを、あ、バレてるな。バレてますな。お互い相手の陣地のやつで奪い合うじゃん。でも真ん中多分取れるだろうな。バレてるんじゃなくて同じこと考えてた。これ相手の陣地のさ、猿取りに行くのめちゃくちゃ有効なんですよね。しかも序盤って相手に瞬殺されるフォアもなかなかないし。まあ、脱出ボタンもあればね、逃げるもできますしね。だから味方がこの真ん中のやつを取りに行ってる隙に、相手の陣地の上のポケモンを取りに行くっていうのを最近よくやってたんだけど、今相手のカビボも同じことしてましたね。自陣の今守りに行かなかったのは、カビゴの体当たりに負けそうだなと思ったのと、まあ、カビゴがこっち来るんだったら取れるだろうなという予想があったからですね。めっちゃ追われてんじゃん、カビゴ。よしよし、取れた。8は取れた。1匹は取れたけど、ウーがうざいな。やべえよ、ウー最序盤のレーン最強キャラだからな。追い払いはしたけど、8はかなり取られちゃいましたね。まあ、死なないのが重要ですからね。お盆でーす。真ん中の取りたい。あ、じゃあ先行く。よし、取れた。でもそれは取れなかった。でも味方のカビゴンレベル5だし、味方が取ったのかな。なんだこいつら、強引すぎるだろ。よし、ナイスナイス。カビゴン今のはよく追い込んでくれたわ。敵を倒して進化できたのでかすぎるな。しかもそのいや、これでもカビゴンとウー相手にこんだけできてるのはかなりでかいぞ。ウーガチの最強キャラだからな、レーン。レーン戦最強キャラ。で、これは30秒に湧く下のザリガニを飼って、そのまま下に向かう感じで行きたいですね。よし、レベルは6にはなれるからな。あ、もう、瞬殺されたか。まあいいや。まあ、そいつ深追いするのやめとこう。相手の陣地だしな。はい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 、下来てますよ。亀を殴りに行くのは僕の仕事だと思ってるんで、しっかり殴ろう。上別に不利取ってない。うー、下にいるし、だからこれ殴っちゃおう。もう敵が来たら考えるけど、この速度で削ってるんだったらいけるな、これ。バリアードとか妨害役も多いし、ナイス。こういう時にね、エースバーンが参加しないと全然神削れなくて、味方がハーってなるから、積極的に削らないとダメですね、神は。俺の30点入んなかった。いやー、上も下もいい感じっぽいな、これ。月光がもレベル10になれますしね。ここにプクリンがいるな。俺も早く9になってユニーギ使えるようになりてえな。ユニーギってのはユナイト技のことなんですけど、
はあ、めちゃくちゃ切るじゃんこいつら。こっちのゴールは破壊されたか。倒しきれんな、味方が倒しまくってんな。あんま深追いするとやられるから。レベル負けてるし、ルカリ、ルカリ10もあんじゃん。ナイス、10のリカリを倒したのはでかいですね。30点入って、よし、ユニギが使えるようになった。そしてこれ、あ、いいか、ジャングル行こうと思ったけど、月光がにジャングルやらせるか。あいつがジャングラーだしな。僕はここに枠多分ねよ、カロー。そろそろ8戦の意識もしつつ、今レベルを上げましょう。あ、10になれますね。はい、この下のやつ残ってるかな。でこいつを勝って、まあ、レベル10で、しかもユナイト技を持って8に、8じゃねえ、亀に挑めるから、これ8戦って言った亀戦ね、亀戦、亀戦に臨める。これまた速攻でいこう。味方が今押し込んでるからな、こういう時に削るのがエースバンの仕事よ。カビゴン妨害頼む。よし取った、ナイス。めちゃくちゃカメに対する意識が高いな味方。まあでもカビゴンがいたらそうそう突破されませんからね、ここの戦線が。バリアードまでいるからな今回。意外とまだちょっと無理やり切った感があるな今。だけどここで切らないとちょっとクールタイム的になんかあんまりもう切るタイミングがなくなっちゃうなと思って切っちゃった。中途半端のところで切るとサンダー戦に持ち越せないですからね。持ち越せない、持ち込めないですからね。バフル横取りしてやろう。よーし、横取りしてやったわ。こっちカビゴンがいるからめちゃくちゃ強気にいける。カビゴンがカビゴンを妨害してくれる。よーし、葉っぱも横取りして相手のジャングル刈り尽くしてやったわ。って言ってる間に味方が攻められてますね、ロトムで。だけどカビゴンが相手今いない状態だから、そんなに戦闘がめちゃくちゃきつい感じではないのでは。それにエースバーンかけたから倒したかったけど、フクリン倒して、はい、エースバーンだけ逃がしちゃったな。でレベルも上げつつ、亀速攻で倒したから多分3回目ありましたよね。ちゃんと時間見てなかったけど、いや3回目あるな、余裕であるわ。こっちが取りたいっていうか相手に取らせたくないんで、できれば取りたいですね。味方の連携が今回結構すごいな。ノラでここまで連携取れることはあんまない。カビゴンとか毎回俺と一緒に行動してくれるから、もうすげえ安心感あるわこのカビゴン。に倒して、よし、任せてくれ。みんな神のこと俺に任せてくれ。神殴るのだけは得意だから。また取れるな神、これ強いな味方めっちゃ強え。なんだこれ。まあ、て言ってもこれでも負けることあるのがポケモンユナイトですからね。まあここまで序盤をしてて負けるのは完全に相当なやらかしがない限りはないと思うけど、まあって言ってもゴール1個取られてるからポイントでいったらそんな勝ってないんだよな。レベルが多分相当、あ、そうだよね、エースバーンと3レベル差ついてるし、こっち14、2人いるからな。ナイスゴール。ちょっとスタートボタンを押して観察してる間にカビゴンが来てて軽く焦りましたね。サムナに隠れられると、あ、寝てる寝てる、ほっとこう。ウーもユナイト技切ってますね。ちょっとここの範囲に入らないようにしつつ、こっちもユナイト技を切って、やべ味方がいねえ、孤立してる俺、浮いてる。頼むみんな助けて。これはちょっとどうしようもなかったぞ。どこにいんだみんな。ゴール狙われてますね。いやこれちょっと良くない展開な気がするけど、ああオッケーオッケー、味方が倒してくれたわ。危ねえ。ユナイト技切って負けたからな今、最悪でしたね。
まあでもさすがに5対1は勝てないだろ。お、味方が超強え。安心感あるな。リードしてるとやっぱそんなにリードしてないな。ゴール2つ壊されてるし、相手全落ちしてる。全落ちはしてないけど、あ、触るなっつってんな。多分これサンダーに触んじゃねえって言ってるっぽい。まあ相手これ復活してくるしね。あ、ごめん、これ間違えて殴っただけ。いや殴るつもりない、ごめん。月光が怒ってるっぽいわ。殴るつもりはない。ナイス。カビゴンさえ落としちゃえばめっちゃ楽だ。うーわ、倒した。イースバーンさえ倒しちゃえばもう相手カメ、サンダーか。サンダー削るポケモンいなくなるから。あ、どこ行った？こっちだな。ナイス。おい、この月光が超強えぞ。何なんだ一体。めちゃくちゃ強え。勝ちですね。結構サンダー殴っとくか。どうせ負けないけど。ダメージ与えておいて、一応、なんだ、総ダメージ、僕たくさん与えてましょうアピールしとこう。はい、対戦ありがとうございました。味方がめっちゃ強かった。スコア差はそう、そこまでなんですけど、内容では終始圧倒してましたね。僕というか味方が強かった。まあ、亀とか積極的に殴ったから、そういう点で評価してくれ、味方のみんな。ほら、こいつ10キルも取ってんじゃん。超強えわ。みんなにいいねしとこう。いや、今回でも特にカビゴン一緒に行動してくれてよかったな。あれか、MVP 月光河かと思ったけど、バリアードなのか。まあ、156点入れてますしね。2ついいね入ってる。ご視聴ありがとうございました。